どうも、人型自動車1号です。突然ですが皆さん、プロジェクトアニマって知ってます？アニメの原作募集企画なんですけどね、この度エブリスタにプロットを応募したので、コメント欄にリンクを貼っておきます。実はね、私はそこに出演してるんですよ。表紙も私やし、これってどういうことかわかります？もしかしたら、あのマクロスの川森監督が私をアニメ化してくれるかもしれないってことなんですよ。すごいことですよね。いやー、もしそうなったらどうしよう。そうやなー、とりあえず大大阪人形とは契約を切るやろ。ほんで東清彦事務所さんにでも売り込もうかな。東清彦事務所さんにはあのダンボール製ロボットの大先輩が所属してるし、私も大先輩みたいに売り出してもらえるんちゃうやろうか。いやー、夢は広がるなー。というわけで、このチャンネルで会うのは最初で最後かもしれませんが、私の活躍を期待していてくださいね。そや、こんなことしている暇ないわ。ちょっとサインの練習でもしとこう。では皆さん、大